皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね、週明け月曜日の取引だったんですが、まあ、昨日はですね、日曜日で、市場空いてないんですが、まあ、動画としてはですね、そのバイオまとめというかね、バイオ系についての動画を上げたんですね。で、今日は、まあ、その別にまとめっていうわけじゃなくて、いつも通り、まあ、今日の注目銘柄とか見るんですけど、やっぱり今日の中心というかね、メインはもう完全にゲームセクターですね。スマホアプリとかゲーム関係ですかね。の、マイナスってことですね。ゲーム関連が爆上げとかじゃなくて、ゲーム関連で、まあ、暴落と。まあ、だからエニーカラーを、まあ、ゲーム関連っていう風に入れるのはちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、バンクオブイノベーションとエニーカラーのこの2銘柄です。ね、が特に目立った下げかなと思います。で、他も全般的に地合いも、まあ、日経プラス42で、マザーズがね、まあ、結構でかい、まあ、最近あんまり下げなかったんででかく感じますと、珍しくインセンが2連発とね、もう何ヶ月ぶりだって感じですよね。インセン2連発ってここですもんね。10月20からないですね。10月20過ぎからなんで、まあ、1ヶ月半ぶりぐらいの、マザーズの下げということで、まあ、この後に、まあ、為替のね、発表があるんで、まあ、それを踏まえて、まあ、円安に行ったりとか、地合いも、地合いというか、まあ、売りも出てるのかなっていうのもありますけど、まあ、マザーズとかね、まあ、一部、まあ、過剰に下げてる部分に関しては、まあ、そのエニーカラーとかバンクオブイノベーションの売りで、まあ、引っ張られたのもあるんじゃないかなと思います。で、まあ、地合いはですね、このぐらいにして、早速ですね、まあ、バンクオブイノベーションチャートと、材料で出るので、両方見ていきたいと思います。はい。で、バンクオブイノベーションですね、今日が、マイナス750と。いうことで 8.82% の下げで、7750なので、今までずっと言っていたここの、まあ、1万から8000割れない、レンジ、上に抜けるか下に抜けるか、まあ、一応上に抜けてですね、上に1万から上に抜けたんですが、この1万2000のこの上髭の陰線、そしてここも上髭の陰線、ダブルトップ、まあ、そしてここにもあるんでね、まあ、実際4回ここで止められていると、1万2000の壁で落ちてるというところで、まあ、また8000前半で止まれるかっていうところなんですけど、壁を下に大きく抜けましたんで、まあ、一気にズドンと落ちました。で、まあ、7750 で引けの後にですね、まあ、バンクオブイノベーションがねリリースしているメメントモリの、売上というかね、11月の売上みたいなのが出てるので、それを見ていきたいと思うんですけど、はい。で、11月度、そのメメントモリね、スマホアプリの課金高とかダウンロード数、広告宣伝費の数値のお知らせなんですが、まあ、すごいざっくりいくと、まあ、課金高が28億円ですね。11月1日から30日までが、28億円。で、ダウンロード数。11月30日時点での、まあ、総ダウンロード数だと思いますね。日本とか韓国、アメリカ、台湾とか全部含まれてますんで、が173万ダウンロードということと、まあ、問題というかね、まあ、もう一つ見なきゃいけないのは、ここの、まあ、広告宣伝費9億円ということですよね。だ、広告宣伝費は、まあ、前回というか前より増えたんだと思うんですよね。で、売上というか課金高が28億円と。で、今までの、株価から考えると、まあ、年間の売上高が今1ヶ月ぐらいになっているので、まあ、当然今が前と同じぐらいの株価だったら、プラスなんですけど、まあ、結構上がった位置にありますし、まあ、下げチャートにはなっているということで、まあ、2,3000から、まあ、10倍、今までの1ヶ月がね、1年分が1ヶ月になったって考えると、まあ、10倍ぐらいを見たいのもわかるんですけど、まあ、それに伴うね、
まあ、広告費とかサーバー費いろいろかかる、前の決算書かなんかでも見たと思うんですけど、売上が伸びたっていうことはそれだけのまあ人件費でも維持費でもとりあえずとにかくかかるわけですよ。だから28億まずここはすごくいいことですけど、もうすでにここで宣伝費9億かかってて、まず19億でここからいろいろ引かれたりするわけと、まず11月だけ見ればこれだけもありますけど、プラスまあ10月とかね、これリリースして、まあ、今3ヶ月ぐらいだと思いますけどの間のまあ伸びしろですよね。だから広告宣伝費とダウンロード数と課金額が先月から伸びてるかとかね、このまま伸びていく、まあ、もしくはこのじゃ高い水準を維持できるかっていう、ところになってくると思うんですけど、だそうなってくるとまあ総合的にどうだろうなっていう感じですよね。で今ちょうどですね、PTS 始まったんですね。なんでちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、で今始まったばっかりなんで、動きとしてはまだないんですね。今まだ始まって30秒とか1分ぐらいなんですけど、まあ一応回遊制ですかね。引けが7750で、一応7800に買いが入ってるんで、回遊制ではありますけど、まだこう寄りついていないのと、まあ、上も下も板スカスカなんで、まあ何とも言えないですね。どう捉えるかというところです。で、まだPTS 動いてないんで、ちょっと他の銘柄見ていきたいと思うんですけど、はい。で、今日はこの地合いがあまり良くない中、下げが目立つ中、かなり強かったプレイドですね。プラス 73.9% 上げということで、この1100の上髭の陰線から続いてたところをね、すごい勢いで切り返したなと、まあ、結構この上げにはちょっとびっくりしましたけど、このプレイドの、チャートを見ながらちょっと注目銘柄読み上げていきたいんですけど、リミックスがマイナス8ということで 2.4% 下げで317で、まだちょっと、まあ、気が早いというかね、早いかもしれませんが、ちょっとと、まあ、200、もう一段下げると200後半も見えてきちゃうぞという位置ですね。リミックスですね。で、キャンバス、マイナス48で、マイナス 4% 下げ。まあ一応上髭の陰線なんですけど、まあ下髭も結構あるんで、まあまだ高値でね、頑張ろうっていう上下の力を感じます。で、マイクロ波価格ですね。マイナス129で 5% 下げで、まあ、マイクロ波価格も、まあ、一応陰線3連発なんで、まあ、今のところこの、まあ、レンジみたいになってるんですよね。マイクロ波価格も2700から、2200なんで、まあ、上下どっちに、まあ、ブレイクするかというかね、抜けるかというところだと思います。で、次ですね、ちょっと日以降見ていきたいんですけど、はい、まあ、で昨日、まあ、バイオ系でね、言った例えば日以降とか、まあ、GNI マイナス9で長い下髭ですね。で、ブライトパスバイオはマイナス7で 5% 下げで、一応短期線にぶつかって下髭陰線みたいな形になっています。で、日以降なんですがマイナス20で 12% 下げということで、まあ、地合いが悪くて逆に資金集まるかなみたいな読みと、まあ、チャート的にね、ここで盛り返せんのかなとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、結果的には、まあ、10% 以上の下げということで、まあ、146。まあ、ただ、これをね、高いと捉えるか低いと捉えるかですごく難しくて、最近が200超えてたから、ちょっと安くなったかなって思うかもしれないんですけど、まあ、もともとこの50で寄りついたりとか、まあ、上場廃止だったりね、その買い取りになったら36円とかですよね。で考えると、その短期で、捉えて146っていうのはいいんですけど、あ、この前200だったから146が安いなっていう感覚は違うかなと思いますね。まだ、50とか30のリスクもありつつの、今の価格っていうのを理解しないと、まあ、変なタイミングで掴む可能性があるので、そこは気をつけていただきたいなと思います。で、最後ですね、エニーから、見て終わりたいと思います。
はい、でエニーカラーがマイナス1840と、17.49%、 相当でかい下げですね。で PTS は今んとこまだ寄り付いていないということで、でチャートで見るとまあすごいざっくりまずここの窓を閉めたっていうのが一番なんですけど、この窓をね閉めたっていうのもありますけど、まあ一応後出しでね言うと、まあこの上髭、1万3000のところにあって一番でかいこのね上髭の陽線が一応高値になって、で右肩下がりでここの1万2000のポイントがあったと。でそこからずっと陰線が続いて、短期線にね頭を押さえられてズドンとでかいのが来たっていうぐらいで、まあ、ただこれはそのもう下げてから言ってるんでね、あの実際この時にこの上髭の陽線の時見たら、もしかしたらこのまま陽線たどってね上に行くっていう風に感じるかもしれないし、まあ今ね落ちたから言えることなんですけど、まあただ最近のこの1万2000からの流れに関してはずっとこの陰線で、上髭でこの短期線に頭を抑えられているっていうことでと、まあここでね中期線を割れたっていうことは、まあちょっとまあ、最近弱い傾向だなっていうのはあの読めたかなと思いますね。だここまで今日ズドンと下げるっていうのを読むのは難しいと思いますけど、まあ、あの平均線ね割り込んで、まあ、上昇トレンドではないですし、まあ、右肩下がりになってきているなと、短期線が頭重いなっていうところで、まあ、一気にねここでまで下げるとはなかなか予想しづらかったかなと。まあ、ただ、2ヶ月ぐらい前ですかね、この上げ始めの時ですね、1万か1万2000ぐらいでしたっけね、の時に、まあ、入るなら売りで入りたいと、まあ、5000、6000ぐらいまで売りで入っていいんじゃないかっていうふうに自分も動画で言ってたんで、まあ、実際入ってないんですけどね、まあ、もしだからその時入ってれば、1万、多分、1000前後だったと思うんですよね。だから、がっつり上げられてて、あ、これ損切りしたかもしれないし、耐えてたとしたら今日やっと利益になったぐらいの下げなんですが、で12月5日ですね、今日のまあこのニュースというかでいくと、エニーカラーが急落ということで株価は1万円を割り込んだと。で大株主によるロックアップ、一定期間売却禁止期間が4日に終了したので、大株主の一部が株式を売却すれば、需給が悪化するとのリスクが意識されて、まあ、売りが大きくなったというふうに書かれています。で、今回はですね以上になります。で、まあ、この後、為替のイベントもあって、今まだ月曜日なんで、今週ねちょっと地合い心配になってきましたね。だから日経はそうでもないかもしれないですけど、マザーズが久々に陰線2連発なんで、ちょっとまあ最近上がりすぎて強すぎたんでね、落ちる1週間なのかなとかね、まあ1週間で済むか分かんないですけど、まあそしたら、できるだけ高いところで売ったりとかも利確して、まあ売りで入るまでいかなくてもね、しっかり下げ切ったところでまた安く仕込むというかね、で、また上げに乗れればなということで、まあだから下げてる時にね、その、向かい風に、逆らう必要はないかな。追い風の時にうまく安いとこ拾って、向かい風の時にはまあ売りもしくは耐えるとかね、利確するとかっていう流れに逆らわないのが一番かなと思います。で、よかったらですね下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンク貼ってあるんで、フォローですね、ツイッターフォローしていただいて、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。